はい、ありがとうございます。岡山県の朝です。はい、朝です。はい、というわけでね、はい、ここ岡山県は小島っていうところにいるんですけど、はい、これ何が有名か知ってますか皆さん。小島、ブラジル、それも有名違う違う違う。ここ小島は世界に誇るジーンズ文化があるんですよ。おー、知ってますか皆さん。知ってますか皆さん。小島ジーンズって言うんですよね、うん、世界からも注目されてるぐらいの日本の国産のジーンズが有名。もうすごい、だから高級なんよ。しっかりしてる。もはやもうジーンズストリートだっけ、デニムストリートだっけ、なんか覚えてないですけど、そんな感じのストリートがあって、そうそうそう、だから今回そのジーンズストリートに行って一生もののねジーンズというかなんか探そうっていう。そうよ、俺はもうやっぱりもう30になったんで、沖縄でね、30の男はお前もうお前、まあそれはもう一生ものの一つや二つ持っといた方が男が上がるんじゃねえかっていう。靴下買えば一生ものの靴下なんかあんのか、そんなもん分かんないけど、男は裸足や。おお、男は裸足、男裸足か。おお、よし、じゃあなんか買いに行きますこっ旅。おお、でもあーちゃんほら履いてるじゃん。あ、これ、うん、そうだよ、ほんちゃん、ユニクロ、世界のユニクロのジーンズ履いてる。あ、なるほど、世界のユニクロか。そう、ちょっとユニクロ以外のもの買ったことがないジーンズ古着屋でしかないほんちゃんも履いてるじゃん。俺も履いてる。おお、中古で買ったグラミチのやつ。あー、グラミチね。ほんちゃんグラミチ以外持ってないよね。ジーンズもこれ1個しかないわかるかな。ベルトがなくてもついてるから楽なんだよね。あ、なるほどね。そうそうそう、これ1着しかない。縛られるのが嫌いな男。そう、ベルトで縛られたくない俺のことを。だから靴下履かない。いずれ何も履かんくなる。おまわりさん、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 未来の話。おまわりさん、こいつです。いずれ何も履かんくなる。小島駅に着いた。おお、ここがかの有名な小島駅ですかい。こー島見てほらあ、すごいかっこいい。なんかもうジーンズだ。おお、すごい。おお、気づかんかった。さすが。ほら、あ、すごい。ジーンズがなんかジーンズすごいぶら下がってる。うえー、なんだこれ。さすが聖地。中にもなんかあるんでしょ。そうだよ、こいちゃん、鳩が入りますので開放しないでください。誰が鳩やんまあ、幸せを呼ぶっていう意味では俺は鳩なのかもしれないお、すげえ。でっけえ、でっけえジーンズだ。おお、すごいな、愛が伝わるわ。よし、じゃあ今から、はい、一生ものを、一生ものをなそこ噛む、そこ噛む一生ものをね、はい、探しに行ってきます。ジーンズストリートへ。うん、楽しみだね。めっちゃ楽しみな。見つかるかもしれない、うん、出会いが待ってるかもしれないね。そうだな。すごい、もうデニム屋さん出てきた。あ、本当だ、一瞬で。かわいい。すでになんかかわいい感じがする。あ、いろいろあるんだ。ジーンズだけじゃなくて、これとかめっちゃ好き。かわいいね。かわいい。へえ。こういうのもあるんだ、嬉しい。なんかこれならもしかしたら出会えるかもしれない、一生もの。かもしれないね。ちょっとチビなことを考慮したお店ないかなお、なんだ、でっけえジーパンある。小島ジーンズストリートって書いてある。すごい、あっちだ。すげえ。あ、かわいい。あ、オーバーオールもそういえばデニムか。お、オーバーオールとかあーちゃんね、ちょっとな、ちょっとうろちょろしてみようぜ。まずうろちょろして。おお、デニム職人の店。ほんとだ、ここもデニム。小島ジーンズ、デニムゴリラがいる。あ、こっちもデニムおお、そこにもビッグジョンある。あ、そこにもある。落書きすらデニムやんけ。デニムが干してやる。またかわいい、かわいい、トイレも、トイレもデニムだ。チャックのところトイレになってる。すげえ。おお。ここ有名なとこだよ。あ、そうなんだ。モータロージーンズ。これマスコットキャラ。おお。ここが有名なところだね。そう、有名なとこ。ここはもう多分一番端っこの店なんで。そうだね。こっからもうちょっとバーっていろいろ見て、一生ものちょっと見つけてくるんで、少々待ちを。とりあえず1店舗行って、うん、1個候補見つけた。本当にめっちゃ可愛かった。めっちゃ可愛かった。結構ね、やっぱ値段もね、すごい。あ、やっぱ
そう、ジャケットみたいなの見つけて、はいはいはい、3万3000円の 30% オフ。おあ、結構一生モノプライスやった、やっぱいやでも一生着るってなったら日割りすると、まあまあ そうね、そう安いんだけど、はい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 、ちょっとあのやっぱブランドですよね。いや小島ブランド、ね、小島ブランドすごい、うん、すごかった。ちょっともうちょい見てみます。さすがに桃太郎、桃太郎行ってみよう。桃太郎行ってみよう、行ってみよう。よし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 、見てみるか。行ってみよう、行ってみよう。次どんどん行こう。よし、次次違う、行きまくるしかない。よし行くぞ、よし行くぜ。ここでラストかな。決まった、ま、結構回ったんすけど俺は決まった。決まった、今からちょっと買いに行く俺は。おお、あーちゃんまだちょっと迷ってるっぽいけど。ちょっとね迷うね、これは試着までしてるけどね、まだ結構むずいよな、本当に。結構まだ迷ってる、まあ、とりあえず一旦俺買いに行きます。はい、ちょっととりあえず買ったんで、はい、一旦ちょっとあの行きたいとこ行っていいですか、この話。とりあえずね、まず一旦まだお披露目会が夜夜、ちょっと待ってください。ちょっとあの準備が、はい、行くとこあるんで、ちょっとOK、 次だー。どうだ、来た。あお世話になっております。お世話になっておりますありがとうございます。おいっす、着いた。来たな。おー、すげー、これが本店。ずっと見てる人わかると思うんですけど、はい、僕たちあの旅始めた当初から、うんうん、スーパーラムーっていう、そう、激安スーパーがあるんですよ。そうそうそう、めっちゃお世話になってて、めっちゃお世話になってる、めっちゃお世話になってる夜ご飯とかね、うん、いつもほんとここで買ったりとか、そうそうそう、たこ焼き屋さん、100円のたこ焼き屋があって、そうそうそう、そこで食べたりして、もう日本各地にあるんでマジで、うん、ラムーって名前だったりディオって名前だったり、まあいろいろあるんですけど、うん、岡山のここが本店なんですよ。そう、俺らとしては何、なんか聖地みたいな。そうだな。そうだから今日はお昼ご飯食べてなくて、本店でね、はい、ちょっと爆買いして後ろで行こっかなって感じで、はい、行ってきます。行きます。こんばんはこんばんは、車内です。まあ、とりあえず飯食いますね。そうしよう、よし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 、ぶち込み、ごめん、ぶち込め、ぶち込み、ぶち込み、えー、はい、ねえ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 、おいー、オッケー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 、いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい、はい、よいしょ、はい、はい、はい、あーしょー、おい、マジかよ、おい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 、あー、これ800円かよ、おい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 茶色全体的に茶色、まだ食った、え、食ったあれ、うん、食べてない絶対食ったんやけど、いただきます。いただきます。唐揚げだろう、やっぱ唐揚げだろう、間違いねえ。いただきます。いただきます、うん、あ、はい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 、これです、これです、うまっ、間違いない。唐揚げとナポリタンはマジでうまいんですよね。うまっ、うん、具もめっちゃ入ってるね。ナポリタンとか量すごい、ちょっと食べちゃったんですけど、このボリュームでもまだ100円いかないっていう、すごい、そう、マジやばいのよ。まず我が家あの普通に停電してるんですけど、なんかどんどんバッテリーが減ってく、12、さっきまで 60% やったのに、どうしたお前、お前さんどうしたの、あと 4%、3%、 早い早い、実際は 60% 入ってるけど、結構長い間停電してて、うん、今ちょっとなんかカメラの性能のおかげで結構明るく見えるんですけど、うんうんうん、実際の暗さ結構すんげー暗いんですよ。あー、こんな感じっす、こんな感じ、そうそうそう、めっちゃ暗くてマジでずっとこれなんですよ最近。でもその修理がやっと終わって、そう、こっちですよ、ちょっとあちゃんに見えないんですけど、でも届いたんですよね僕らのあの電気の部分を担う、はい、ホタテが修理から帰ってきたんで、ありがてー、そう、接続し直したいんですけど、うんうんうん、なんせご飯ご飯食べる、なんせご飯、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、ごちそうさまです、ようやくだね、やっ
っとなあ、やっとインフラが整うぞ。うわいえよっしゃ、ちょっと俺接続してくるわ。頼んだ。行ってまいる。よいしょ。合体した。ソーラーと電気のあれだけ接続するね。お願いします。よし、というわけで、はい、押してくれ。ちゃん失礼します。よっ、あー軽い。インフラが帰ってきた。あーすげー、車内が明るいよ。ありがてー。すげー、停電のなんかしゃぶしゃぶとかしてたから、この状態だったから。うわ、そう、ずっとこれやったから、こっからこれですよ。すげー、ありがてー。ありがとう、トンビー。いやー、というわけでね、はい、小島ジーンズですよ。小島ジーンズ、そうだな。そう、今日ね、希少物を買うっつって、うん、何を買ったのかっていうところですよ。そういうことですよ。俺から行こう。どうぞ。いやー、マジで迷ったよ。本当に迷ったね、こいちゃん。でもめっちゃ迷った末にこれを買いました。おお、ジャパンブルージーンズ。そう。危なかったな。危なかったな。全然。何買いに行ったんだってわけですよ。あ、そう。そういうわけだ。何買ったんだいっていう。何買ったんだいっていうね。いいですか。はい。ちょっとこの辺が汚いのはちょっとシーということで。シーだよ。シーということで。僕が小島ジーンズで買ったものは、はい、デニムシャツです。うわあ、すげえ。おしゃれ。どうですか。いいね、こんちゃん。どうですか。いや、これすごいわ。こんな感じですよ。こんな感じです。着ちゃえ着ちゃえ。ちょっと着ちゃうかな。やっぱデニムがいいなと思ったんですよ、うんうん、でもなんかやっぱベルトが俺嫌いすぎて、はいはいはい、じゃあもうシャツだろうと思ってデニムシャツを買いました。わあ、すごいよ。おほー、いいね、こんちゃん。ありがとうございます。しかもなんかデニムって言ってもさ、すごい硬い感じの素材じゃないから着やすそうだね。めっちゃ楽、ね、めっちゃ楽だし、ボタンじゃなくてここなんかチャックなんすよね。はいはいはい、これもすごい楽。おー、いい買い物だ。一つだけ買いました。お値段は33,000円の 30% オフで23,000円ぐらい。23,000円。おお、ちょっと高かったんですけど、でもまあ高かったけどな。一生ものと思ってみればね、そこはもう安い。ちょっと安くなってる。日割りクソ安い。いっぱい使おうね。では、はい、あちゃんさん、はい、どうでしたか。私の買ったものは、はい、すいません。ない。買おうと思ったんだよ。あの、うん、本当にどうしようって2つ悩んだの。うんうん、1つはおにぎりの形のバッグ、なんかノリの部分だけデニムのバッグ。はいはいはい、もう1つはなんかジーンズ、うんうん、でなんか日本列島のマークがついてるジーンズがあって、そう。もう日本一周中だからめっちゃいいやんと思って、うんうん、すごい迷ったけど、うん、ちょっとまだ。2万円出せるかなみたいな。私の中でね、私の基準としてまだちょっとその出せないなっていう。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、企画倒れしてすいません。本当に買わなくていいのかなみたいな、はいはいはい、すっごい迷ったけど、でもなんか今までジーンズにそんなお金かけたことあるみたいな。まあね、こんちゃんがね、いいものを長く使うタイプの。結局それが一番コスパがいいんすよ、はいはい、いいもんって最初高いけど、うん、結局それをね5年6年とかね、はいはい、マウンパもそうだったよ。ノースのマウンパ9年使っててすっげー、うん、すごいゲロみたいな色してるんですけど。でも性能はいいからやっぱりずっと守ってくれたしみたいな、はい、私はなんか結構古着屋とかで安い本当に服買ってきたりとか、本当500円とか1000円とかダウンとか、うんうん、コートとかはなんかいいものを着た方がいいんだ、あったかいんだってことは分かった、うん、から着るようになったけど、それ以外がねちょっとまだどうしても、そうだね、そうっていうところでちょっと金銭感覚のあれやから難しいね。そうだね、難しい。でもなんかジーンズストリートの店でいろんな、うんうんうん、今日いろんなとこ行って、はいはいはい、いろんな人に聞いてきたんですけど、お話を、うん、めっちゃこだわってて各店舗本当にそう、すごい素材がどうとかね、これが使っていくことによって色あせていくとここの模様がね浮き出るとか、そう、ハイライトがここにスーって入るから足が細く見えるとか、そういいものなんで実際、うん、20年くらいはザラですよ。
よみたいな、20年履くみたいな、ね、で20年履いた上で自分の子供に渡す託すみたいなすごいいいなと思って、そういう文化っていうかさ、ね、やっぱ日本が世界に誇るものだからさ、うん、そこで俺なんか物を買えたのはなんかでもジャケットだから20年持つかどうか分かんないけど、でもめっちゃいいもの買ったなって思う、ね、この旅中に買えてよかった俺はマジで。いや私もだから、ね、迷うやん迷うやん、だから私もすごい今まだ迷ってて、もうちょっとねまだまだまだ迷ってるんですよね、夜になっちゃってね、だしなみたいな、そうだからまあどうしてもあやっぱダメだやっぱ欲しいなって思ったら、チッてろかなみたいな、チッてって買ってみようかなみたいな感じです。ぜひなんかこだわりのものが欲しいとか、そうだね、一生ものの服が欲しいみたいな思った人はなんか小島いいかもしれないですね。ぜひ私と考えましょう、ちょっとね作戦会、作戦会議しましょうというわけでね、はい、一生ものに出会えたということで、うん、ではまた次回バイバイ。バイバイ。私も悩むな。なんやねん。いやー日本列島買えや、もう買え。いやちょっとお金がユニクロだけどな。あんたユニクロやけどあんたユニクロやけど全然小島じゃない世界の誇る小島じゃない、あんたユニクロも世界誇っとるけど実は違うやつサムネを脱いだ